YouTube とか SNS のこの発言というのは非常に匿名性というのが大事なわけでその匿名性が担保されていることで非常に攻撃的になってしまうということもあると思われますそれで、えー、私のですね、えー、動画に対しての、えー、コメントの、えー、ブロックとか削除の 基準というのを少しお話しさせていただこうと思っていますが前もお話しさせていただいたと思うんですがこの動画に対してのコメントというのもこの動画を作品として捉えた場合に例えばライブ配信だとそこについてるチャットとか、まあ、普通の動画だとしてもそこのコメント欄も含めて 全体の作品だと捉えております。なので、他の方が見て不快に思われるようなコメントやチャットは、えー、極力削除はします。ただ、その方の、こう、あまりにもこう偏りすぎたお考えとか、意味のない誹謗中傷、 のコメントが書かれていた場合は、皆様にその方の、まあ、程度を晒すために、まあ、しばらくは放置しております。まあ、よくあるのがですね、一つの動画、または他の、まあ、一つの動画に、その一人の方が、まあ、たくさんたくさんたくさんこうコメントをつけていたり、同じ内容のものを 様々な動画にコメントつけていた場合とかですねそういうのはまああの嵐だと認識してまあしばらくしたうちに削除はいたしますそれと以前から言っている URL 付きのコメントこれは他の視聴者様がリンクをクリックしてしまう と特にパソコンだとウイルスが入ってしまうという懸念が発生しますので、まあ、差し当たって、えー、僕が一回リンクを開いて確認して問題なければ残しますが、まあ、あの例えば意味のないコメントに対してリンクが貼られていた場合は、まあ、ほぼほぼ削除はいたします。 本当にこの視聴者様から見て気分を害されるようなコメントというのは削除しますし、それが度重なるようでしたら、まあその方のそのアカウントというのはブロックさせていただきます。これをね、あのー、なんか 私が、こうね、何か反論の意見に対して、まあ一方的に削除しやがったみたいなコメントをいただくときもあるのですが、あくまでもチャンネルを管理している責任として、その権限を私はこのチャンネルにおいて持っているわけです。なので、まあそれが、こう、ご不快な方は、 ま、動画そのものを見ていただかなくて結構ですし、ましてや、コメントとかチャットを打つという行為が、それこそ時間の無駄だということを早く気がついていただきたいと思います。本当にこう、ネットの持つ暴力性、匿名性においてのフル暴力、これがいかに危険なものかというのを、ぜひ、特に、 私に対する意味のない書き込みをされる方にはご理解の上、どうぞご自身がお楽しみいただける YouTube チャンネルの中で、どうぞ有意義な時間をお使いください。えー、ということで、まあ、ご成長いただきありがとうございました。